ばんわん。松本千佳子です。私は今ボロボロです、顔が。週末お疲れ様でした。せーの、せーで、ケーピー。ふぅ、すっばい、染みてる。ちょっとメイク取ろうかな。ちょっとメイク取らせてください。私の今ここ待っててください。メイク取り出す。人に優しくされた時、自分の小ささを知りました。あなたに会いたくて。肌だけね、肌だけ取りたいと思います。おいしいコーヒね、はん。みんなも一日お疲れ様だよ。すいませんね、今私メイクを取っております。うわ、布団の中で見てる人いる、めっちゃいいやん。今日は2日間握手会で、皆さんありがとうございました。来てくれたみんな。追加日程の2日間だったので、まあ、今回で愛のホログラムの全日程の握手会が終了しました。無事に。今日はね、結構久しぶりっていう人が多くて、この週末は。あとやっぱりその話題がゼップツアーだったり、あと地元の茨城市の特別観光大使のことで、実は茨城にゆかりがあってっていう人が多かったり、あと日本酒検定取ったことについての話題とか、なんかそういうきっかけで来てくれた人がめっちゃ多くて嬉しかった。素直になんかそのきっかけを作れたことが嬉しかったし、そのきっかけにこう来てくれたことがめっちゃ嬉しかったから、すごく嬉しかったし、そのまあね、早い段階で嬉しいことに完売してたからさ、ちょっと会いに行けへんかったっていうコメントもねすごいあったので嬉しいねんけどね。やったけど、なんかそんな風に一緒に楽しいレーンでみんながと過ごせた、楽しかったです。素直にいっぱい笑顔にしてくれてありがとう。今日も本当に今日はリボンがいっぱいの日でした。ここもリボン、ここもリボン、ここにもリボン、あと靴下もリボンみたいな、リボンがいっぱいでした。嬉しかったよ、すごい楽しかったし、で今日は結構また結構っていうか、またその顔とお名前が一致する人がめっちゃ増えて嬉しかった。
あのでもたまにねやらかすんですけどね、誰々って言ったら違うよっていうこともあるんですけど、覚えようとする努力はしていますので、皆さんそれはご了承の上でめげずに、あの顔と名前が一致できるように頑張りますので、よろしくお願いします。あのネームプレートあの改めて書いてきてくださるとすごく嬉しいですので、次のシングルでもあるんかな、あったらぜひお願いいたします。なんか疲れが出ますとね、急に名前を間違えることがございまして、すいませんね、よろしくお願いしますでもやっぱねすごいこう X のさコメントしてくれてる人とか、なんかそういうのが一致すると、ああの人なんだねっていうのが多くて間違えるというか前の人の名前を言ってましたって言われて、ごめん本当にごめん、それさあれ多分もう疲れが出てますね、すいません、でも頑張ります、覚えてるのでよろしくお願いします。お待ちしています、皆さん。そうだからサイン会の生写真とかね、こうグッズに入れてきてくれると嬉しいし、そう覚えようと努力はすごくしておりますのでみんな忘れへんよ、忘れへんぐらいみんなもいっぱいに来てね、忘れないよ。あと今日までちょうど9月9日嘘9月8日の23時59分まで今日のグッズ33枚目シングルの受注で受付始まってるグッズが今日までなので、みんな応募してくれましたか、ちゃんと。してくれましたか、買った、ちゃんとそれを身につけてきてください。なんかあれやってんけどさ、あ、そうそう、私が告知画像を作ったやつやねんけど、うん、やねんけど、なんか思ってんけどさ、なんだっけ、なんだっけこれ、あ、なんだっけ名前忘れちゃった、なんだっけ、あ、違う、あ、チケットホルダー、チケットホルダーがさ、ひも別売りやねんなっていうのが発覚して、まあ確かにでもその紐を違うのに付け替えることもできんねんけど、今回はちょっと別売りみたいなんですけど、ゲットしてそれを装着してつけてきてください。あ、インスタ見てます、ありがとう。インスタさっき投稿したので昨日の分やけど、ぜひみんなコメントしてね、また今日の分は明日あげる、ちょっと写真の選別ができひんあれついてんの紐、あ、紐はついてるけど名前入りのグッズが新しくあなってるのね、あ、理解理解、びっくりした、なんか私急にケチになったんかと思ってさ、そんな別売りとかするみたいな思って、よかった、ケチになってないのか、すいません、早とちりしました。あのちゃんといつも通りのチケットホルダーとネーム名前入りネックストラップが別みたいです、すいません、皆さんぜひゲットしてください。フル装備で来てください。かゆ、今日の23時59分までなので忘れずに買ってね、みんな。そして明日から、明日の15時から33枚目シングルの、握手会トーク会そして写メ会の
受付が始まります。嬉しいね、なんかこう会えたさ、次の日に早速また次の予定を立てられるってタイムリーでよかったけど、ブログ届いたかな、あ、ブログじゃないわ、メール届いたかな、ブログをねアップした後にメールも送ってんけど、届きましたか。ちょっとねそこがラグ、あ、よかった、届いたかな。ちょっとまた暑苦しいっていうメールを送ってしまいました、すみません。それについてちょっとお話ししたいなと思ってなんですけど、まあ、ブログを読んだ後にメールも読んでくれたら嬉しいねんけど、あれ件名さんでダブってるけどごめんね、ちょっともう件名がさ、今日なんかちょっとメールのトラブルでさ、写真を朝さ1通目送った時に写真がなかったよってめっちゃ突っ込まれてさ、嘘やんみたいなのって、2通目にもう1回送ったらまた2通目もついてませんって言われて、3通目でやっと写真がつくというなんか謎のことが起こってたので、ちょっと今日メールの調子が悪いデーだったんですけど、あのブログを送った後に送ったちょっと熱いメールを皆さん読んでいただけたら嬉しいんですけど、まあ32枚目か、愛のホログラムはすごいなんかどの日程も楽しかったし、みんなと一緒にその期間なんか今まででより楽しめたなっていう期間で、私全力でみんなも一緒に頑張ってくれた期間ではあったけど、まあ、ちょっとねその自分が目標にしてたところには手が届かなくて悔しかったっていう気持ちが本音ではあるねんけど、やっぱりこの33枚目のシングルもこう自分がずっとみんなと夢で上げてる選抜復帰を絶対に掴みに行きたくて、ただ毎回ね、まあ毎回というかいつもずっとアイドルとしてスケイとしてみんなの前にいる限りは頑張り続けるねんけど、頑張ります頑張りますって言ってもさ、ただ頑張るんじゃなくて、より今回のシングルでは頑張り方を明確にして勢いを大切にしていきたいなと思います。まあ選抜復帰を目指すにおいて、なんだろうな、まあいろんなね基準があると思う。正直今多分みんなと共通認識の基準もあるねんけど、それだけじゃないのも分かってる正直。ただやっぱり今ね、こう握手会トーク会写メ会が明日から受付が始まるっていうところで一つ確実な結果を残しつつ、その他のところでもいろんな活躍を結果を残して、それをまた自分とみんなの自信につなげて確実にそのね目標をつかみたい人形と、こうもうすでにさみんなも一緒に熱く応援してくれてるし、諦めずに頑張ろうって言ってくれたり、もう一回選抜入ってる姿を見たいって言ってくれるみんながいる限りは私も頑張り続けるし、ただそうやって嬉しい言葉をかけてくれる以上は私の覚悟に負けない覚悟で一緒に力を貸してください。みんなの力が必要不可欠なので、でもやっぱりなんか、まあ、結果にとらわれすぎてさ、大事なさ楽しむっていうことを絶対に忘れたくなくて、やっぱり一番はみんなが応援してて楽しいなとか幸せだなとかいっぱい笑顔になってもらいたいので、
今回のシングルで、まあ、いろんなきっかけで会いに来てくれる人がすごい増えて、こう私をすごく大好きって言って来てくれる人もいればさ、普段推しメンがお世話になってますっていう風に来てくれる人も多くて、またそれもすごく嬉しくてさ、こう一押しの人はもう絶対よ、絶対来てくれるねんけど、二押し三押しだったりちょっと気になるなとか、そんな存在の人もなんか来やすいレーンになったらいいなって思うし、みんなでにぎわってるそんなレーンを作っていけたらなと思うので、前向きに楽しくでも勢いを大事にして、このシングルでは特にただ闇雲に頑張るっていうんじゃなくて、ちゃんとどこをじゃあ頑張るのかっていうのを明確にして頑張っていきたいなと思うので、もっともっとギアを上げて私についてきてください。あとね、今日嬉しかったの、なんかインスタで写真見て気になったとか、そういう風に来てくれるのもすごく嬉しくて、やっぱ実物が一番だからね、写真写り悪いからね私。私もいっぱいきっかけを作っていくので、みんなも一緒にそのきっかけを拡散してください。もげないよ、ギア上げすぎて。エンスとしてももう一回エンジンかけ直すから。だからまた明日から気を引き締めて、より応援してくれると嬉しいし、前作以上に熱くみんなと覚悟を持ってこのシングルも楽しんでいけたらなと思います。会える時にたくさん会いに来てください。なんか久しぶりって嬉しいねんけど、なんかもっとその久しぶりの期間を私は狭めたいし、こうなんだっけ、何言おうとしたんだっけ、あ、今回まあトーク会握手会のね受付があるねんけど、幕張が東京の会場、関東が1回だけなのかな、1回だけっていうのもね、またちょっと寂しいし、関東の人とね、だからその関東の人が佐野小屋まで行こうかなっていう風に言ってくれるのもすごい嬉しくて、今日もね名古屋から全国から来てくれる人もいて、いろんなね交通手段で来てくれて本当に嬉しかった。2日間ね来てくれるのってすごい嬉しいし、まあ、今回はまたハロウィンの時期、ハロウィンの時期ある10月か中旬かは、なんか毎年恒例の同期でゆきちゃんと、今年は寂しい2人になった、ゆきちゃんと一緒になんかハロウィン仮装したいなって勝手に思ってたり、11月30日の握手会では生誕 T シャツをお揃いでみんなと着たいなと思ってたりしています。ので いっぱい会いに来てね。なんかブログにも書いてんけどさ、こうみんながまあ微力でこう会いに来る回数が少なくてごめんねっていう風に言う、そういう言葉をかけてくれる人もいるねんけど、全くそんなことないし、なんかそういう風にその微力な言葉がさ集まったら微力が強力になるんだよ、みんなの力が合わさったら。だからこう一部だけ、私だけが頑張りたいっていう気持ちではなくて、応援してくれてるみんなが同じ気持ちで熱くなって
この子を応援したいなって、そんな気持ちにできるように私も頑張るので、みんなの力をまだまだ貸してください。ま、微力の反対語って調べたんだけどね、なんだって思いながら、あ、強力だった、かっけ、チリツモか。11月は多分絶賛 T シャツが届いてると思うので、10月は周年コンサートの次の週かなが握手会なので、早速感想聞けたりだし、次のシングルちょっとガチで行こうかと思ってる。おいでよおいでよ、動物の森みたいなテンションで言っちゃったけど、明日から1時が始まって、まずはまあさ、先の予定がまだわからんっていう人も多いと思うねんけど、10月11月の予定でちょっとみんなと確実に会う予定を皆さん作ってくれると嬉しいです。ていうか作って15時から始まるので、でもギリギリじゃなくて、こう何事も余裕を持って行けたらなって、余裕持って行きましょう。余裕だ、余裕も大事。あ、宿泊先を抑えましたって偉い。あとね、今日さ言いたかった、なんかさ、この前さ握手会時間になっていた時にさ、なんかこう来るの遅いっていう風に、ね、言ったことがあって、そしたらちゃんとさ待ってくれててさ、嬉しかった、嬉しかったです、ありがとう。でも恥ずかしいけどね、こうレーン向かう時になんかちょっと見られてる感はどこ見たらいいんやろみたいななるねんけど、だからみんなも早く来てね。まあ何を着るかっていうと、多分セーターん T シャツかな。今回はなんかハロウィン同期で、ハロウィン仮装とセーターん T シャツかな。手を振りながら待ってる人を笑顔で見てればいいんだよ。ニコーってしながら動かない。ニーって怖くない？その気持ちをちょっと伝えたくて。ありがとう、聞いてくれて。この遅くに、明日からまた1週間頑張れるパワーをもらったので、楽しんで頑張っていこう。いっぱいパワーをもらったので、今週は金曜日に夏ライブがあるので、え、もう夏ライブ今週？今週だ。もうね、ちなみに次回の夏ライブの日程も来ててさ、多分次回はみんな来やすいと思う、結構日程的に。次回で多分1年かな。早っ、怖っとなっています。ので多分次回の夏ライブの時に発表されると思うねんけどさお楽しみに皆さん。あ、そうだ、明日茨城市のおすすめスポットを夜投稿する。あ、待って、明日の夜できるかな、考えよう。ではメールとブログ読んでね、あとインスタも X もコメントしてね。ありがとう、遅くまで見に来てくれて。あ、茨城市は巡りたい。みんなによく間違えられるねんけど、茨城ね、点々ないからね。あと茨城県と間違えちゃダメだからね。ありがとう、いっぱい今日も。
っちゃったかなと、もしかしたらバブルライブ少し涼しちゃうかも。あ、茨城県も茨城やっためちゃ間違いそうや。なんで茨城っていうのじゃ、不思議なんですけど。おやすみ、じゃあね。ありがとう。